ご注意ソフトの権利者の許諾なくインターネットを通じて配信する行為大丈夫ですーーちなみに皆さんぷよぷよは何連鎖できますか私はね最高で11連鎖までしたことがあります全然来ないねあ来た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 ート2274やっぱ強い人しかやって,ん、ね、やってないんやなもう。 で11連差できると言っても結局組む速さが相手が圧倒的に速いから勝てあんのよな消す基準って何なのまずあの緑の発火点があるってなったらその緑の周りで緑ってもうずっと覚えてんのよでその緑を覚えておいてそれがもし崩れてしまったら次あの緑をどうやって消しに行くかって考える そ,それをなまず覚えとくってのがすっげえむずいのよ。どんだけ入れられてんのお前ら。<laughs> ちょっと待って、俺の知らんところで1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15に入れられてる。な何したんお前ら。なんか悪いことしたんか。 よし15連鎖だって <laughs> ちなみにぷよぷよは29連鎖までできるんやっけんえなんかコメ荒れてる <laughs> ダメだよみんな楽しく見てね。 あ、お前ら、絶対人に迷惑かけんなよ。それはあかんぞ。やめろよ。直接は絶対ダメ。もう一回言います。作者に直接言ったり、迷惑かけたりすんな。絶対にやめろ。俺がさっきの枠でも悪いって言ってんねや。そういうことするやつが出案うためにわざわざ枠消しとんねやで、そういうこと絶対にすんな。わかったか向こうから要請があったら、普通に、お前らを消す。それはするな。 何のためにじゃあそうしたんじゃん迷惑をかける。当たり前の話や、こんなもん。分かったな。それアンチがただやってるだけやる。僕の視聴者はそんなことしません。んね、何マジで吐つしたやつおんのそいつ、そいつ,どいつそいつのアカウントどれ吐つしたやつがおんのそいつのアカウントどれ えっと、あ、こういうことしてんのね。こいつね。こいつね。で、こういうアカウントリツイートしてて、あ、はあ。で、捏造してるんや。俺は自分には合わなかった。ごめん、面白く出来やんだっていうふうに言って、まあ、アーカイブ見ることじゃないから非公開にしとくねっていう発言したら、後で公開しときましょうか。うって言ってるんですけど、枠で。こいつが捏造でそういった凸をしてるんや。 変身欄見ればわかる。こいつね、ケーバーカうん。はいはい。作るなら面白いゲームを作れると逆切れする始末して,、ま、してないですよね。アーカイブ見たらわかりますけど。えー。個人的に合わなかったって言っただけですね。 こういうことで広めてる奴がいるんや。出ろや。出ろや。今やろ。出ろや。出ろや。 こいつがその直接本人に迷惑かけたとはーんちょっとこのゴミお前、まあ、配信来いよ俺と喋ろうやなどういうつもりでやったんかおいディスコードつけたで来いよ早く、はい、来いよお前に連絡を送りながら 逃げんなよ見てるやろディスコードの URL ってどうやって見んやディスコードの URL ってどうやってはるんやお前なツイッターでなあんなこと言うな散々謝ったんじゃこっちはずっと言うとんねんおめえがそうやって広めておかしなことになったって理解しろよこっちはな謝ってんのじゃ何回も お前が配信見てねえやろい。なじゃあ消したって言うやったら、俺が批判したって言ってる証拠はどこにあん,んその枠で謝罪も一緒に入っとるやろ、い。ビビってんじゃねえよ、今から春から来いよお、お前。今から春からな。絶対来いよ、お前。もうライバーにも連絡入れてんねえこっちは。 じゃそれがどうにあんねんどっちもねえやねえがよ謝罪も悪口もよおめえみたいなのがな広めでなおかしなんせしましてしわれてんかお前おいディスコードの URL の貼り方教えてくれよなあディスコードの URL の貼り方教えてくれよ謝罪してるお前まず DM の数字返せ お前さ、つぶやいてなんとかなると思ってんちゃう震えて眠れよ、マジで。今日は。枠消してるから証拠はないですねって。じゃあ、俺がそんな発言したって証拠はどうにゃんねん、お前な。こっちはあるわ、出せるわ。おい、今から出すとかじゃあ。お前、勝手なこと言うとるけど、今から出すわ、俺は。音声聞いとけよ。アーカイブ見せるから。おい。あてんのか。 お前見ないやつが分かんようにってこっちはな消してんねんわざわざ配慮でな音声ってどうして出すんや。 なんか、申し訳なかったです僕の実力が足りないばっかりに <laughs> さて <laughs> 僕の実力では実況できませんでした申し訳ないですこれが謝罪じゃなかったらなんないよなんそんなさ配信でさこれ謝罪じゃないかなどう見ても謝ってるよな そんな真面目に謝ったところだよ。おかしいやないか、それはそれで。空気ってもんがあるやろ。これが、さ、大事な方なんなんだ。いや、本当に申し訳なかったと思ってるけどよ。じゃあ、本当にこうやって、お前、スーツ着てさ、わざわざ配信で、このサビは本当に誠に申し訳ございませんでしたって、やったフリーゲームでさ、そんなふうにしゃなあかんのが。な。お前が言うた、何じゃあ、お前が俺が、 悪く言ったっていうさ証拠とこだよおいなディスコードの URL ってさどうやってさあれはいいんやいディスコードの URL ってどこにあんねんや リスーってどこにあるん,ん URL がどこにあるのかわからかなかったのでそちらで用意してもらっていいですか 悪意をしていただけますか よし、URL 用意するらしいまだですか私も詳しくないくてどうすればいいですか逃げようとしてんのか URL ってどこにあんにゃディスコードのなあ url って discord のどこにあんんやどこに discord の url があるんやどうやって招待すんんや ?discord のプロフィールに移動3つのドットをタップします。ID コピーをタップします。ワンポイントアドバイス。 なんか歯車を押すんやっけじゃあフレンド検索でもええかフレンドに追加で検索すればええかフレンドコード教えてください フレンドフレンドに追加、これか。貼り付け。フレンド申請、今送ったぞ。よく逃げずに来たな。ん送って、これどうなんや。送っただけになったぞ。なんかメッセージクリアのとこ困る。 この人はどこに行ったのフレンド追加してこいつかじゃあ、かけますもしもしこんにちは声出してもらって大丈夫ですか 声を出していいたただきたいんでですすけど大丈夫ですかこれご本人さんということで大丈夫ですね今通話つながってるんで今ちょっとマイクミュートになってるんであの声出していただけると助かるんですけど一度マイクミュートを解除してください大丈夫ですかこれ今本人さんとつながってます今つながってます あ、大丈夫ですか聞こえますかあ、もしもし。一体どういった意図でそういうことされたのかん、すいう。いや、もうす申し訳ございません。いえいえ。今回どういった意図でそういった行動を取られたか、ちょっとお聞きしてもいいですか僕が謝罪をしていないっていうふうに言われてますけどす先ほどです。先ほどです。ちょっとアーカイブの方を見させていただいたんですけど。はい、アーカイブ それはどちらの枠のえっとー、さっきあのー、見せてたじゃないですか、視聴者さんに。うん。そちらであまりちょっと謝罪の意向が見,見受けられなかったんで。どこに見受けられなかったですかで、なんで、じゃあ謝罪、私はまあしたつもりなんですけど、配信上の空気やっぱりありますよね、どうしても。うん、私も配信者なので。 その中でどういう風に表現をするかっていうので,あ,ううであの選択が一番いいと思って選ばさせていただきましたでやっぱりそれでも、えー、アーカイブとしてね正直僕もゲームとしてそのうまく実況できなかったの申し訳なかったんでこれはちょっと申し訳ないなということで非公開にはしましたけどもそれが、えー、突撃した理由としてどうなったのか。い思っててなくて、はい 普通にそのの枠を消したたはななんんででかなと思ったんであ普通に別にアーカイブで見るほどのものではないなとうまく実況できなかったものでそういうふうに思ったんですよ。えそれを思ったのはいいんですよ。思って、えなぜその突然、えアーカイブを見たんですかそれを作者に言いに行った意図を僕は聞かせていただきたいんですけど、どういった意図で言ったんですかねえっと、まずその枠を消したのはなんでなんですか 先ほど説明したようにアーカイブで見てもらうほどのものじゃないなというふうに判断したからです。僕がうまく実況できなくて。えー、それはダメなんですかそうやって証拠を消すためにじゃなくてですか違います。僕は今までもさんざんですね。いろいろ実はちょこちょこアーカイブで見るほど面白いことできなかったというわけは非公開にしてます。それはあなたの推測で今勝手に言われてるわけですね。 それって自分の都合の悪い発言とかを消すためにアーカイブを消してるんじゃないんですかそんなんで消さなきゃいけなかったら僕の枠全部消えますよ。まず前提として。<laughs> そうですよね。確かにそうかもしれないです。ですよね。なんでここだけなのかと。なんでそんな迷惑飛び火するような構造を取られたんですかうん、その真理をまず聞かせてほしい。えっと、個人的には。はい 特にその謝罪しろとかっていうのはちょっとまあ思ってたんですけどもう、うんまあ、言ってましたけどね大丈夫です大丈夫ですというと別になゲームに対していろいろ言うことはあるよゲーム実況しててそれはどんなゲームでもそうや金を出してやったゲームでもフリーゲームでも面白いなとかこのゲーム微妙とかここ悪いとかそんな感想っていうのは絶対出るもんや正直言ってでも それを自分で言うのはいいんだよ。ただ、本人にわざわざ言いに行くい意図が俺にはわからん。なんでそんなガキっぽいことした別にいいんだよ。悪口言う奴なんか、俺なんか毎日悪口言われてるよ、いろんなやつに。いろんなやつに悪口は言われる。でも、それを直接言いに来るやつはまジで頭がおかしいと思う。お前はそれとも同じことしてるんや。そうですよねそれは迷惑になる。失礼しました。 作者さんには申し訳ないけど、俺は面白く実況できなかったり、申し訳ないなって、で面白くできなかったし、枠としても微妙だなって思ったし、だから非公開にしたいと思ったんよそうやってゲーム、いつも印象悪くなって、申し訳ないなってなるからね、うん、いや、こちらこそすいません、ちょっと行き過ぎた行動して、そうですね。あの、本人に言いに行ったり<の>、よく。ない いやすぐあのツイートは消すので、うん、はい。うん、はい、うん、すみません。いや、分かればいいんや。いつも本当に楽しく見たいので、<ー>この前もダン,カンロ論ン破のアーカイブとか見て面白かったんで、うん、ありがとう。いつも応援してます。ありがとうございます。これからも。 口悪いと、言葉。間違えたことすることは、よくあるんですけど。本人に突つるのだけは、本当に、お互い。僕もそうやし、向こうの方にもそうやって。そういうふうにな、嫌なことになるから、それはやめてください。はい、お願いします。あそうですよね、すいませんでした。すぐ、はい、あのす、ツイートは消すので、大変失礼いたしました。すいません。こちらも、わざわざ出ていただき、ありがとうございました。いえ。 こちらこそ今後ともよろしくお願いいたします。はい、今後ともよろしくお願いいたします。<laughs> では、はい、失礼いたします。いやいたしま失礼します。言 <laughs> うだったわ。<laughs> <laughs> そう。悪く言うことはあっても。 本人に直接言うたり迷惑はかけたりしないでください、はい、以上です <laughs> これは彼だけに限ったことじゃないけど全体に言えることや彼は俺も悪いとこあるけどもちろんまあ大ごとにするっていう行為がやっぱり良くないうちはうちわで終わっときゃいい そで今後それがそういうのがあった場合彼は謝罪されてましたけども,もうどうしようもねこいつってなったらもうそれは迷惑行為なんで事務所に相談しますはい直接的なんは別にツイッターで一人で言う分には構わんけどよそこはそうしないとダメだ 自分が元凶なんて言い出したら、うん、全部ダメよ。何でも。わざわざ本人に言いに行くのは頭がおかしい。お前らコメントで俺本人に俺に罵倒を浴びせまくってるけど俺はそういうもんやとは思ってるけどもそれはまだ俺が許容してるからええけど関係ないやつを巻き込む。俺らで完結しようや。 アーカイブを公開してくださいに関してそれは何でそれは何で 証拠だよで、ぶっちゃおもんないなーぐらいのわけで終わっちゃう話ですよ、あれ。だって、俺、クソやったらクソって言うやん。でも、今回は言わなかったの、そんな。なんか、それ、言ってないけど、ゆまあ、なちゅったらいいのん。はあ クソなもんは今後もクソって言うよ作者さんにはもう本当に迷惑かけてしまった申し訳ないもうてか迷惑かけたと思うので本当に申し訳なかったです面白いゲームを作ってくれっていうのは僕はどの人のどのゲーム制作者にも思ってることやそれは別にいいやろこれから面白いゲーム作ってほしいとかもっと面白いゲームってこれから良くなるんじゃないかって偉そうかもしれんけどゲーム実況でそれはゲーム実況しながらの楽しみにさせてくれよ なあそういえばさブルーアーカイブのさアニメが始まるらしいねなんでそんな公開してほしいのじゃするかそれは見たいから 振り上げた思い込みでしかないちゃんが旅行に行ってか復活していっぱいお金あったのに猫、ね、の餌買ってある128円だけになっちゃった私が綺麗だと思ったこれあげるおかしいな怖がってない給料日普通だじゃあいいじゃないなんかあのうんそうやな <laughs> あ分かって分かってんねん トラックでも行きますかちょっと枠変えてにしよっかななんか別のことするか面白くする能力なくなったいやあのちょっとなんか俺の知らん素材やったふりげじゃ満足できないよそうだよね 飽きるの早すぎだよだか面白いねえからえごめんなさいちょっと待って俺用があんだ <laughs> 面白さちょっとごめんこれちょっと俺ちょっと申し訳ないでさホントに一回枠変えていいごめんっ <laughs> ごめんちょっと1回は変えます申し訳ないですいません失礼します <laughs> まあアーカイブ見たらそんな感じうーんまあよくある配信の一コマやんな大事になったな <laughs> アーカイブを公開しろ 普段別に知らんような枠なんですんの改めてなんかそれも屈したみたいで嫌やなぶっちゃけしても全然いいぶっちゃけいいねただなんかしろよって言われて命令されて言われてやるのがなんか違うんじゃねえかなっていう今結城千尋と全く同じ現象が起こってるちょっと待てよ別にすんのはええねん正直微妙やったわけやなーみたいなそんな感じで今日日本フリーゲームやって日本と僕は微妙やったなーみたいな感じになったのよそれはええのよ それを何で言われて公開するのかっていうなんでなのねなんなら最後まで実況できやんだあかんこのゲームおもんないって言うてやめたゲームは公開してんのにあれのゲームはおもんないといつちょっと笑いどころあったかなって思って公開したやつや今日はねマジであんまり微妙やったの俺の中で俺も悪いんやけどそれはてか俺が悪いんやけどそうなの 作者に謝ろうよ。まず制作者さんに、あの今回の件で迷惑かけてしまったら、本当に申し訳ないと思ってます。はい、すみませんでした。申し訳ないです。言ってたの、これを。 これはね、言ってるの、ずっと。言ってないことにされてんの。なんでってアーカイブ。じゃあ、お前らこれさ、アーカイブ公開して俺が謝ってたらどうすんの、お前ら。勝手な憶測を立つって言うてるけど。謝る <laughs>。だって謝罪が軽いもん、お前ら。ずるいわ。 俺よりお前らの謝罪めっちゃ軽いもん俺昔からそうほら高行君も謝ってねじゃあもう僕悪くないねッフんみたいなさ俺は謝ることに対して多分人一倍抵抗があんねん基本的にそれでも俺はこれ申し訳なかったって言うてんのにさ、うん、お前ら軽いんやもんとりあえず人殺したけど捕まったら謝ればいいやみたいなそういうテンションで生きてるから軽いチャゃいねんなお前ら知ら <laughs> な何 <laughs> お前らさ、どっから情報知れ知らねえ。なあ、お前ら連鎖してんねん。さっきの人が、えっと何、何 <laughs> 知らねえよな。んで俺に委ねてんねん。お前、お前の責任やろ、こいつ。あの先ほどあの通話ね、出ていただいてありがとうございました。あの丁寧に対応していただいて、うん。申し訳ありませんでした。削除しましたって、さっきねあの、ツイート消したんてよ。そしたら、そいつから連絡来てて。 すみません作者さんから連絡があったのですがどうしたらいいですかって <laughs> <laughs> んでお前さ俺を巻き込もうとすんのだからそもそもがおかしいんやって俺を巻き込もうとしてるその感性がどうしたらいいってお,お前本来どうするつもりやったんか知らんけど何どうしたらいいって何その面倒ごとほらなろくなことならんねん直接言うと勘違いでしたって言っといて。 だって実際勘違いなんで、さ謝罪してて、あのしっかり残すことのものじゃないと思ってたんで、あれやったんやけど。<laughs> さあな、や謝罪してないっていう話やってん。してんねん。大変やで。ああ <laughs> なんていう対応するのが正解なのこれ確かに。うん、平誤りだろうっていやもう、あもうだってこれ以上どうしようねもう。ごめんなさい、本当に。 申し訳ないと本当思ってんねん作者と通わればいいじゃん <laughs> やぶんあそこに申し訳ございません何 <laughs> ねんそれ <laughs> クソ迷惑 <laughs> 本当にだ誰も幸せにならん俺言うてたさっき <laughs> あの非公開のわけでこんなんもう誰も幸せにならんやんそんなことしたらって今日それ今日やっけ迷惑やったっけ覚えてねえけど言ってたよな 本当にそうなってるやねえかよ。謝らせよ、もう。そんなんもう心苦しいわ。それ好き勝手は言うけども、なんで俺謝らせやなあかんねん。おかしいやろ。言うけど、俺そこまで殿様じゃない。あは、え、なにこれ、え、えあ、違う、お前別のやつか。俺なんか、お前らあの、今日ね、あの実況したアーカイブちょっと残ってないんですけども、 あのブースにてあの退屈の味がわかる人向けゲームっていうあこれってかあれや今日のゲームやあのブースでも販売してるみたいでぜひな <laughs> うんちょ、触れたらあかんねんだからもうちょ、ね、俺作者から来たんかと思ったら違うやねえかよな,なんでおめえらさその連絡を送ってくのを勘違いしたやんちょ、パ,パニックっちゃった今 もうみんなでいいねリツイートしたってくれよかったらうんもう俺にできることはそれぐらいや本当に申し訳ねえ今までいろんなゲームでいろいろ言うてきたけどそうやな <laughs> 心痛くなってくるなそうよなそっち側見ちゃうとな <laughs>